アイテム番号 SCP-574JP。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-574JP の発生はサイト81によって観測されています。SCP-574JP の発生を捕捉するための電磁波計測機 T574LE12 を日本全国の電波基地局に設置し、月に一度、専門の職員によって点検を行ってください。SCP-574JP の発生が確認された場合、速やかに機動部隊 A（井戸端会議）が派遣され SCP-574JP-1 の高速と記憶処理による無力化が遂行されます。説明 SCP-574JP は日本国内で完全にランダムな感覚で発生する特異性のある電話通信です。SCP-574JP は必ず無音の通信であり、一切の音情報は得られていません。SCP-574JP は通常の電話回線を用いておらず、未知の方法によって対象の家庭用固定電話機に通信を発生させます。また発信場所の特定もされていません。SCP-574JP の発生初期は通信の解析、妨害によって口述の影響を未然に防いでいました。しかし通信の妨害を試みた場合、その後の通信方法は以前よりも解析がより困難なものへと変化していきます。そのため現在では通信方法の妨害は行われておらず、家庭用固定電話機が SCP-574JP を着信した際に発する特徴的な電磁波を捕捉し SCP-574JP の発生と出現地点を特定するのみとなっています。また事件 574-TE2 の発生以降、通信内容の傍受も行われていません。SCP-574JP の無音の通信を認識した対象括弧以下、SCP-574JP-1 は、被爆後に SCP-574JP-1 が所在する地域の近隣住民に接触を行います。この接触は多くの場合、電話を用いた会話ですが、電子メールや郵便受けに匿名の手紙または匿名の文書を入れた回覧板の投函などが確認されており、直接的な接触は行われません。高速や接触手段の除去を行った場合、SCP-574JP-1 に特に目立つ異常性のある反応や抵抗は確認されませんが、SCP-574JP の影響は時間経過では解消されず、前述の何らかの接触または記憶処理により解消されます。また SCP-574JP の録音では SCP-574JP-1 は発生しません。SCP-574JP-1 は接触により、SCP-574JP-1 が日常的に体感している居住地域の問題点や不満を伝達します。また解決策を提案する場合もありますが、それはごく一般的なものです。その際、SCP-574JP-1 は、自身ではない別の誰かが言っていたことである、と強調しようとする姿勢が見られます。聴取が行われた際、SCP-574JP-1 はこれらの行動を、誰かが始めなければいけなかった、と主張します。SCP-574JP-1 のメッセージを受け取ったすべての対象括弧以下、SCP-574JP 群括弧閉じは、SCP-574JP-1 の不満は正当なものであり、解消する提案を合理的なものであると認識します。また SCP-574JP 群は SCP-574JP-1 のメッセージを積極的に他者に広めようとします。この拡散行為は主に近隣の住民への電話や会話など口頭によるものであり、SCP-574JP 群が発生する範囲は SCP-574JP-1 が発生した地域を中心に拡大していきます。SCP-574JP 群がメッセージを記録した媒体、例えば手書きのメモや音声記録などに影響力は確認されません。SCP-574JP 群はメッセージに沿った行動をとります。メッセージを伝達する過程で SCP-574JP 群が意図しない伝達ミスや誤認の発生、意図的な提案の曲解、拡大解釈が行われますが、それらも行動に取り入れます。またその SCP-574JP 群の行動を認識した他の SCP-574JP 群もその行動を正当なものとして認識し、自身の行動に取り入れます。それらの行動は確実に SCP-574JP-1 の想定をはるかに超える過激で暴力的なものとなり、SCP-574JP-1 の希望を完全に無視した理不尽なものとなります。SCP-574JP-1 がそれらの行動を認識すると、SCP-574JP 群の行動は自身が引き起こしたものであるとし、後悔や自責。
自己嫌悪など強いネガティブな感情にとらわれます。これらの影響は記憶処理によって解消されます。 SCP-574-JP 群の異常行動やメッセージの拡散行動は SCP-574-JP-1 の記憶処理と同時に消失することが確認されており、この時 SCP-574-JP 群は前述の行動を一時の有効のようなもの、みんなやっていたこと、と主張し、特に異常な出来事とは認識していません。忘却した SCP-574-JP-1 は再び同様のことを繰り返します。しかしながら、記憶消去を施した SCP-574-JP-1 から SCP-574-JP 群の発生は確認されていません。ほい、一事件記録から抜粋。事件記録 574-JA4 事件発生年月日1900年月日発生場所は青森県、市、町メッセージゴミのポイ捨てが目立つため、清掃活動を積極的に行うべき事件鎮静の直前の様子し指定のゴミ袋を見えるように持ち歩く住民が多数確認されました。事件記録 574-JC2発生年月日1900年月日発生場所岐阜県、牟礼町メッセージ子供をもっと外で遊ばせるため、公園に遊具を多く設置するべき事件鎮静の直前の様子3歳以上12歳以下の子供を家屋から締め出し、家屋に侵入しようとする子供を激しく叱責する様子が確認されました。事件記録 574-JE2発生年月日1900年月日発生場所サイト81-SCP-574-JP を傍受した結果によるものと推測されます。括弧閉じメッセージ人型オブジェクトの収容プロトコルを改善するべき事件鎮静の直前の様子連絡の改善の意味をより厳格にするのか緩和するのか激しい議論が行われていました。この事件は、SCP-574-JP-1 となった SCP-574-JP 担当の、博士がサイト管理者に名乗り出たため収束しましたが、その時点でサイト、81の職員括弧 D クラス職員を除く括弧閉じの約2割が SCP-574-JP 群となっていました。結局、多くの職員が連絡を回してしまったのだが、博士が、改善、と曖昧な言葉を使ったことが不幸中の幸いか、研究員。事件記録 574-JF1 発生年月日1900年月日発生場所埼玉県、町メッセージベンチなど休憩できる場所をもっと街中に増やすべき事件鎮静の直前の様子椅子や座ることが可能な物品を屋外に並べる様子と殴打し混沌させた人物に座る人物が現確認されました。事件記録 574-JF2 発生年月日2000年月日発生場所県市町メッセージ未成年の深夜の外出を控えさせるべき事件鎮静の直前の様子20歳未満の人物を物理的に拘束することによる外出の制限や夜間営業する店舗街頭年齢関係なく深夜外出する人物への損壊行為が発見されました。事件記録 574-JG3 発生年月日1900年月日発生場所県町メッセージ野良猫に餌をあげてはいけない事件鎮静の直前の様子該当地域の猫が削除済みされているのが発見されました。また飼い犬への被害が県確認されました。事件記録 574-JG5発生年月日2000年月日発生場所県町メッセージ子供を無理に学校に行かせるのは良くない。自由に選択できるようにするべき事件鎮静の直前の様子育児放棄及び家庭放棄への発展とそれに伴う栄養失調により衰弱した7小学児童が発見され該当地域の小学校への放火や破壊行為や教職員による消極的な職務の放棄が確認されました。ほい、に SCP-574-JP-1 は抑圧的あるいは内向的な性格の人物が選出される傾向にあるようです。SCP-574-JP の被爆がトリガーとなり行動につながることは疑いようがありませんが、その影響力の検証は不十分です。
また、SCP-574-JP がどのように該当する人物を特定しているかは不明です。